4年前に開かれた愛知トリエンナーレをめぐり、芸術監督だったジャーナリストの津田大輔さんの名誉を傷つけたとして、元作家で YouTuber の百田直樹が30万円の慰謝料を支払うよう命じる判決が昨日東京地方裁判所で出ました。マルチ商法で小間さんの4月13日朝刊チェックからお届けしました。百田直樹ププ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 プ朝鮮民主主義民共和国핵무기연구소상명대륙간탄도탄장착용수소탄시험에서완전상조선노동당百田直樹ププ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 プ조선이끄는힘오고세다인민의운명을한몸에안고우리가바라는꿈과리니사모두다벗겨주시고이내만김정은동지우리는당신밖에모른다이내만김정은동지충실하리라